アフリカ大陸では今やベルナルドに次ぐ K1 選手としての地位を固めたアンドリュー・トムソン。ナチュラルパワーに頼っていた頃に比べ、パンチ、キックとも格段の進歩を見せている。波乱を起こすのはこの男だ。C'est mon fils le plus petit qui m'a fait cadeau pour la fête des pères à l'école. Eh bien, je vais essayer de faire le maximum pour faire des beaux combats et aller le plus loin dans le tournoi.前年はまさにシリル・アビディの年だった。レイセフォー、ピーター・アーツというトップファイターを破り、ファンを大いに興奮させた。天衣無縫の喧嘩ファイトは K1 の原点を感じさせた。2001年はさらなる飛躍を狙う K の頂点。どんな強敵にも真っ向から打ち合う勝負度胸は申し分なし。自分に足りないのは経験だけだと言っていたアビディは、2000年の貴重な経験を生かしよりたくましくなった。ベルナルドとの決勝を見据え、まず1回戦を圧倒的な力を見せて勝ち抜きたい。フランス・マルセイユの悪童から世界の悪童へ。次の世代を担うというこのエースシリル・アビディがベルナルド包囲網の旗頭と言われています。ピーター・アーツを2度 KO したあのアグレッシブファイトがこのアンドリュー・トムソンに対して通じるか。さあ、完膚なきまでに叩きのめすかシリル・アビディ。対するはアンドリュー・トムソン、アフリカ地区大会の2連覇です。さあ、シリル・アビディの試合が始まりました。まずはしかしアンドリュー・トムソンが左でついていきました。アビディが行きます。ユナイキック行きますね、最初から、でもさあ、アンドリュー・トムソンも本当に成長してる選手ですからね、ウオを振り回します、両者ともに。さあ、アビディの右、アビディの右、引いた。本当に喧嘩です、ね、今日はトーナメント3試合勝ち抜かなければいけない。しかしこの第1試合でいきなりいった。しかしアンドリュー・トムソンも行きます。トムソンのアップは良かったですけどね。さあ、まさにワンマッチのような様相です。気持ちいいですね、本当に。本当に喧嘩ですよね、喧嘩っていうのはペース考えませんからね。そうですね、とにかく倒したら終わり、倒したら終わり。さあ、アンドリュー・トムソン、あ、引いた、あ、引いた、スタンディングダウン、スタンディングダウンを取りました。うわ、悔しそうなアビディ、なんと一発のカウンターでトムソンの右、いや、右フックすごかったですね。いや、今の右フックすごかった、右フックカウンターでしたね。アビディのスタンディングダウン。さあ、アビディピンチ、これ効いてますからね。アビディピンチ、あ、もう全然、東京ドーム進出の夢が絶たれました。
シレル・アビディが負けました。アンドリュー・トムソンノックアウト勝利。いや、いい試合でしたね。トムソンもですね、パンチとかなんか本当に成長してますから、はい、だからあーベルダルドのこの表情、信じられないといったそんな表情でした。うわ、いやー、しかしこのアビディ、あー今まだ、まあ、試合1ラウンド1分15秒、フラフラとした状態から復帰したんですが、レフェリーストップにより青コーナーアンドリュー・トムソン選手の TKO 勝ちとなります。アンドリュー・トムソン、一茂さん、はい、あの右あれですね、もう勝因はそうですね、すごいの入りましたよね、モロ入っちゃいましたね、モロ入りましたね。さあご覧いただきましょう、この後です、これですね、テンプルですね、テンプルですね、でもよく倒れないですよね、これ本能ですよね、これ、これでもレフリーの方もよくスタンディングダウン取りましたね、取りましたね、危なかったですよ、はい、これ石井館長はどうご覧になりましたか。そうですね、本当になんか倒すか倒されるかというか、やっぱなんか、K1 の原点みたいな試合ですよね。そうですね、これで試合が終わりました。倒すか倒されるかどちらかです。一瞬にして K1 は試合が決着します。優勝候補と言われる男でも対抗と呼ばれる男でも、しかし一瞬の感じで敗れることがあるのがこの K1 です。いやだけどアビディは本当に面白いですよ。シリル・アビディ、敗れました。東京ドームの夢が絶たれました。後輩の勝利に思わず笑みが漏れるベルナルド。You feel any tired at all? No. Did it hurt on you? I'm sparring with the big guys. I'm just taking a punch, so it doesn't hurt me. It doesn't have big power. What did you think? Cereal. He's aggressive, puts a lot of pressure, but I just held on and came back. Si je me sentirais mal, je vous dirais, mais là, c'est bon. Passe pas à ta tête. Merci. Les impressions, ben, ça passait bien au début. C'est vrai que je sentais que j'avais l'avantage. Et je pense que le tort que j'ai eu, c'est de me précipiter un peu trop quand j'ai vu que l'adversaire était touché. C'est là que j'ai été contré. J'ai pas vu le coup venir et voilà, j'ai été touché. Voilà.